ですよ。スタンディングエミソーランナーしまくてばエンターテインメント、10月18日、旧暦を通って今月の18日火曜日、チームガナサしまくてばニュースの時間会になっておいびん。パーソナリティアはね、岸本タルガーニーと、はい、ワニン岸本タルガーニーと中村のよっちゃんばあちゃんしょうくいさびん、はい、こかまちよこやいびはい、ちゅうみっちゃいし番組うとどきさなやねちよむといびくとくすよ、うたさるぐつおにげえさびら、おにげえさびら、おにげえさびら。この番組は株式会社メガネ21ハエバル店、医療法人一生会デイサービスセンターもろみの里かかず委員、笑いの絶えない人生をあなたに、へんとなしか委員、美ら海の未来とともに株式会社池原エンジニア、桑江皮膚科委員、有料老人ホーム宅老所なごみの家、有限会社丸内重機、サロンドモア美容室、崎原土建株式会社、学童教室太陽の子の提供、 FM ギノワン北谷町文化協会島くとば部青年部、沖縄ハンズオン NPO の協力し、お届けサビン、はい、よっちゃんばちゃん、はい、番組のご紹介、はい、歌さるぐつうにげえサビラ、はい、島くとばエンターテインメントし、うちなのうと語り伝承し、伝承しちる番組やいびん、毎週しまくとばかなさするちゅんちゃんのゲストトーク、しまくとばニュースのコーナー、しまくとば紙芝居のコーナーなどなど、おふくの内容しうっくいさびん、またインターネットちちみしある方、またうちなびけいやアイピラン、カーマ外国運会メンシェル、うちなかなさしみせる部数4回、この番組生みかけることのないびん、また父歌び見せることのないびん、ぜひこの番組金指し父歌び見そうりうにげさびら、はい、よっちゃんばちゃんにフェーデービル、はい、よっちゃんばちゃん、はい、チャーガンジュヤイビーがや、うん、チヌヤイをいっぺいちゅなさったん、いちゅなさいビータがや未来あのコーラスのグループでさあにあの歌って、はい、チャリティー、なんだったかチャリティー、熊本県のチャリティーコンサート、熊本県チャリティーコンサート6時から9時まで、うん、また2時に集合し、うん、リハーサルリハーサル、秋雨出番や8時過ぎ、こたんびてんせんてなんしウフオクルチュが名声単野菜、うん、会場いっぱい、うん、たくさんいらっしゃってましたね、たくさんいらっしゃっててもう大盛況でした、うん、千代さん、はい、チャーガンジュヤイビーガヤ、はい、ペガンジュヤイビンド、ちょいっぺんいいわちちんかいなといびんや、ちゅうやまたね、うん、あのいっぺんおみんちゅらさいびさ景色の、そうですね、ね、チャタの海、はい、FM ギノワン、このラジオ局からのこの眺め、ね、とってもいい感じ、ちびらさいびんや、素晴らしい、美しい、あの雲も美しいしね、うん、海も、はい、きれい、はい、よっちゃんばあちゃんかさ、ちょうどアイビーたちがもう残り2ヶ月ぐらいするともう総勝ちが勝勝ちきますけれども、みぬめえまたわししうさかいってな、はい、アイビー氏がまだなちアイビーや、うちなやなち俺冬ちえすがや、はい、そして今ありましたあのよっちゃんばあちゃんからのですね、あのいろんな熊本県のチャリティーコンサートだったり、またあの、うん、老人ホームなど他のところにも回るということで、今後の予定や、うん、チャーナトイビーガヤ、今後の予定よ、22日、うん、22日2つ入ってるわけよ、うん、夜もまたあのあれ平和コンサートがや、コンサートがイビーガヤ入ってるし、うん、22日25日また11月の6日、うん、文化協会のあれが、はい、あれ2つも入ってる、うん、コーラスも入ってるし、うん、個人で読書もあるし、うん、で
練習を引っ張りだこ親指練習する暇狙う千代さんや週末土日、はい、チャイアイビータガヤワニングっていやまたね、うん、あの88トークチャイワインケンジ10日中ゆえ、うん、歌うたたいのんさいで、うん、忙しかったですよ、はい、うん、また次はいつかな21日かな、はい、また、うん、焼き直とそういうまたお年寄りの泳いがエビンリチ、はい、また満件あいいですね冬へシーズン、うん、いいところビケーチまた芸能祭とかの役やエビンあの種類の国民の協会のまたあの来月発表会ともありますのでね、うんうん、アリンクに練習さんでならんのがいっぱいありますのでは、デジェルの海道またあの焼き菜の方ではまた歌を作られたんで、うん、はい、お話アイビーたちが、うん、あー紹介、まあね、歌サイビーがやあの焼き菜、うん、カリシなんかあの焼き菜のあの青年かもあの盛んなんですよねイエイサ、うん、焼き菜イエイサも素晴らしいですから素晴らしいよね、はい、あそこ焼きもともとあの焼き菜のこう焼き菜をブラックをあのこう歌う歌がないので、うん、焼け菜のそこあの部落を、はい、こうもともとのその歌がないだから他の歌をあの何してエイサーに入れてるんですって、はい、昔の歌とかのやつね、うん、それでも本当のこの焼け菜の部落をあの支えるような歌が欲しいということで、はい、焼け菜地域の歌を作られて、うん、そうそうそう、はい、だから焼け菜はまたいっぱいありますよね、うん、焼け菜チナイチンアイ、はい、ハーリンアイ、はい、あの見どころも綺麗し、はい、薄でいくもアイ、うん、な農薬やアイビークよ、うん、だからそういったのを取り入れて、はい、また私なりにこの焼け菜を、うん、取り上げた歌を作りましたので、はい、そういったのだったりだからあの焼けなクワディサ祭りっていうのが一昨年かな焼けなクワディサの祭り、うん、もう活気づけるというあれでね、はい、あのそれであのあのクワディサ祭り、うん、それをあの始めて、はい、だからその時も私一応またその歌、うん、まあこれからですけどね、はい、これは今からです、はい、今度ぜひまた番組を通ってまたご紹介も歌、うん、はい、サイビーガヤ、はい、そうですね、またされるとウリゲサビラ、うん、で本当大変大切なことですね、こう地域のこういう、うん、あの地域の良さっていうのをまたこの歌に込められて、うん、はい、これがまた今後もいろんな人たちに伝わっていくんでることや、うん、生の民謡ウチナの歌でもそうですよね、うちなの美しい姿、はい、うん、人々の恋愛の話だったりですね、うん、そうですね、うん、やっぱりねそういったの多いですもんね、はい、昔の歌でも、うん、やっぱりじゃ あ, あのね、はい、こう男女関係の恋の歌とか、うん、はい、まああのうちなの良さを叩いた歌とか、うん、むならしの伝承の歌とか、はい、うん、ね、そういったいい歌いっぱいありますよ、もう数えきれないです、うん、たくさんありますから、また、今月世界のウチナーの大会があるんでること、はい、うん、はい、ウフオクの地域 で、はい、いろんな地域でまたあの海外のウチナーの人がいらっしゃって、うん、はいはい、また縁にし新しい縁のまたつながりを、うん、はいはい、広がっていけたらなということでですね、中、うんうん、のトピックはの世界のうちなんちゅうトピックし、はい、番組を続きさなやんにちうむといびんどうさい、うん、生お話しあいびたちが本当にあのこう歌に込められた思いだったりですね、はいはい、オープニングから紹介してます、うん、この曲はブランドン・イングさんの曲やいびんや、うん、はいはいはい、ガチマヤの曲から始まって4世の方ですね、はい、4世ハワイで、はい、歌う、はい、それではあのー島言葉ニュースのコーナーに行きますので、うん、はいはい、琉球新報会ニュース記事がいびいたこと、うん、はい、はは、はい、それでは続いてのコーナーや、グブリーサビラ、島言葉ニュースのコーナーやいびん、はい、うん、新聞から抜粋し中村よっちゃんばあちゃんと千代さんがお話しさびんどうさい、はい、はい、よっちゃんばあちゃん、はい、中夜ヌーのニュースやいびがや、中夜よブランドイングさんのお話あの4世ハワイの4世の方のお話やいびん、はいはい、うんちゅがハワイを歌って売ったる伝承機近い CD 発売されているお話やいびん、米ハワイ州在住の
県警4世ブランドン・イングさんに33歳。このほどハワイアンボックスにポップスに内な口の歌詞にして音楽アルバム TCD ティーチっていうのこれは、はい、ティーチを発売し、はい、ハワイ歌を歌って話題になった帯 CD やガチマヤ、シマクトバ、ターガヤ、ターヤガ、ターヤガなど6曲収録しそうびん。シマクトバという曲は終わったウチナーや元から国でやたるって終わったウチナーや元々国へたんちで歌い出す、うんうん、サビの分を分けてシマクトバは死ね、9人は死ん、9人は死ね、うちなんは死んち、島の言葉忘れたら国は死りんち、国は死ね、うやんは死りんでる、歌い上げうちなぐち伝承する偵察さを歌いておうびん。イングさんは2009年度にうちなん中、指定留学生受け入れ事業者に代見し三振学ろうびたん。留学終了後やALT 英語外国語指導助手とし、那覇市の金城小学校、これ城西小学校、城東小学校が勤務し、小学生が英語を習ちょびた。音楽アルバムティーチや小学生がうちなぐちにわからんことを寂しく思って、イングさんや11年に英語とうちなぐちを同時に習える Let's Sing うちなぐちを作詞作曲し、同期の留学生だけ頼んでアニメもつけてもらいました。アニメに乗せて歌をやってるんだね。うちなぐちなら調子、うち教える時間がない。あ、うちなぐちなら教えたいが、うん、教える時間がない。李兆斌、同僚教員の悩み解消するため、英語の授業者にうちなぐちに教えておび。イングさんや、うちなぐちがなくなると、うちなの文化もなくなるんち、強く思うとおびんで。そうなったら、わたい、うちなぐち、うちなんちゅじゃなくなるから、うちなぐちとっても大切にして思うとおびってお話しそうびた。のが外国んかうめんせるちゅんちゃがうちなぐち大切に、うちなんかうるちゅんちゃうちなぐちにまぶるわしてはい、やいびやさいいぺちびらさるニュースエビや、はい、うちなぐちをこう二人乗せて、そうですね、お伝承されてるブランドイングさんのご紹介が聞いた、うん、はい、ゆっちゃんばっちゃんにもこの間この番組でもですねご紹介しました、ブーサーシーの曲とかですねブーサーシーもまたうちなならではのじゃんけんですよね、うん、親指と人差し、ブーサーシーって先ほどの上におじいたかなりブーサーしたしあれ何でが食ってもいちょっとさしてるや何でがいちょっとわからんさ、はい、そして今ありましたレッツシングうちなぐちのお話し合いびいたしが、ブランドンさんはですね、はい、小学校学校を通ってこの英語と島言葉を奈良町にやん、はいはい、この歌に乗せてこの教えられたんですけれども、すごく歌いやすい歌でですね、うん、英語も島言葉も学べる、うん、ましてはうちなんちのこの心ちむぐくるを学ぶということで歌われてるんですけれども、はい、それではレッツシングうちなぐちを今皆さんにご紹介したいと思いますので、うん、はい、ぜひ父にそう利用さい、ブランドンさんでレッツシングうちなぐちです。Is the way that we say hello in Uchinaguchi. Chuga Navidad is the
Shidaguchi. Before you eat your food, say Kwachi Sabida. When you're done, it's Kwachi Sabida. And please say please, Unige Sabida. And thank you, Nige Dediru. Is the way that we say hello in Uchinaguchi. Juganabira is the way that we say hello in Uchinaguchi. Before you eat your food, say Kwachi Sabida. When you're done, it's Kwachi Sabida. And please say please, Unige Sabida. And thank you, Ife Debiru. ブランドン・イングさんによるレッツシングウチナグチアイビータン、イフェデビル。はい、イフェデビタ。はい、チャイアイビータがや、チューガナビラとね、チューガナビラ、カッチーサビラが出てきましたけど。ね、はい、食事をする前はカッチーサビランディ、はい、イヤビンドンディア。発想が面白いですね。ね、ように考えてね。うん、はい。ああ、これいい英語の勉強になりますね。はい。会場と英語としまくとばです ね、 ね、はい、あすごい、はい、今年はブランドイングさんは沖縄に来ることはできないということだったんですけど、あそうできないって、はい、ま、今なんで お仕事のってんの、はい、海外にいらっしゃるのでお仕事の都合上来ることできないんですが、またぜひいらっしゃった時にですね、うん、ぜひまたこの番組でもご紹介できたらと思います。すごいですよ、うん、彼の古典を聞きたい、古典もう一ペチブラサイビンドヤサイ、古典一ペチブラ古典を聞きたい、あれ CD 入れればいいのね。それでは先ほどのお話新会モドイピー氏が琉球新報よりですね、ブランドイングさん、この CD を発売ということで、ティーチンディル、CD アイビンやティーチンディル、はい、曲には6曲収録されております。ぜひ今ハワイでも今話題になっているということでですね、はい、ぜひウチナーでもブランドンさんはじめウチナー中、そして海外の方もいろんな方もいろんな思いを歌に乗せられていると思うんですが、ぜひこの島言葉ウチナーのぬくくるまして内ビランリチムートイビクト、これ子供たち喜ぶね、うん、そうですね、落とすんくいひごちょっともかないけどワランチャーいろいろさ、うん、一つ書いて、はい、うちの歌って歌うの嬉しいで、はい、販売今からまた販売するんでお話し合いびくと、うん、はい、うん、その時ね一つ書く、はい、ぜひ歌されるとイエサビラ、今ありました、子供たちも本当に歌に乗せて、うん、こう自然と口ずさむようになってきたんですね、うん、はい、面白いです、うん、また英語の勉強にもなりますよね、はい、歌を歌いながら、はい、これちょっとすごいいい発想がする、すごいですね、はい、そして先ほど千代さんからこの教訓のお話し合いびたしが、この島くつばんでる曲も島くつばわりしね、はい、国はしよん、はい、国はしね、うやんはしよんでる、いっぺん昔から伝わっておる、はい、ていしなくつばんあいびくと、うん、しゃあいびがや、うん、うちなんかおる英大よ、うん、どの島のことなんですか、おまんしがて、これ感じて一にやっぱりよ、はい、どの島懐かしい、うんうん、そうですね、この島言葉はしんね、国はしん、国はしんね、うやんはしん、この言葉ですね、はい、もう、うん、すごい昔からの言い伝え、言い伝え、ね、昔からの教訓になったことだから、これは本当に忘れちゃいけませんね、うん、うん、この言葉、はい、今はあまり聞け、ね、聞かなくなってますけどね、ワ、うん、ランちゃんよ話ししかちんてあちこちちんちんさんだから今の子供たちも、うん、やっぱりうちの口がわからないから、はい、うん、
父親分からんくてやっぱり興味がなくなる、うん、父分からん、うん、親ちゃん分からんらしいやだからね、うん、あとちゃんね普段からシーシータン分からんらしい、うん、だから方言はね大いに普段から力り割るうちなくて、うん、やっぱり残すこともできるし、うん、はい、普段からあの聞き慣れないとね、うん、イントネーションもあるし、うん、難しいみたいな、うん、うちな口も、はい、ではあの言葉はしね、うやんわし言うんでる、うん、とあの人によってはまたこの言葉は親の心だよっていう思いもあったりですね、やっぱ地域によって親のこの言葉が自然と心に染めてそれがまた言葉になってくるっていうのがまたそれぞれ家庭においても定しなくとやいびんの野菜これすごいですよ、うん、あの今こういうねあのこういう言葉を今もこう、はい、ずっとこうあの普段から使うということは、はいはい、いい教訓ですよこれ、うん、定しな、うん、はい、本当です。しま言葉はしね国は死んどん、うんうん、国はしね親はし本当そうですね、はい、うん、原点ですね、うん、よっちゃんばあちゃんやあの島言葉や、うん、あのハンシーさんの言葉も時々思い出されますか。ハンシーのことはそっちを思い出す、うん、ファフジンケ、クーサイニカファフジンケ育てらっておくと、うん、えながの親のこと、クーサイニの話、わからんしが、うん、あのだからタチナイにファフジンケ味きらっておくと、あの、うん、うん、から6歳までして、うん、また2か年の離れておったら、また小学校ずっとファフジとる。はい、まず生活のこと、うん、ファーフジの思い出見てて、やっぱりあのファーフジのこの品先、うん、はい、こういうの伝えはすごいですよね、うん、それにあのスナベウトってめちゃくちゃそうだ雑貨商、うん、ケトナのあのお年寄りがたむる午後からよしこ豆腐あちれとまた中高地あちゃんまた豆腐一丁地うんちた毎日一丁の豆腐を見せるわけ。豆腐会にお店に来られたわけなんですね。むる長一層見せたんだ。むる90あんまり取ってきて、うん、まあ、しみそっちょさ。はい。毎日うんちたから抜くならたんよ、また。うん、海見抜くとからで、七尾抜くとからんちで。うん、今が渡ったとめねんこと、海見とかわからんせいや。うん、はい、あっしこういう虫が面接して、うん。あちゃい、海見えんの、獅子方向、シーリソーキヨとかて。うん、ノーノーやせトッキオとかさ、タカショウとかシナモン注文するわ。あさんさん死んで覚えてんじよ。あは、うんがせ、にんがちうまちいぜ、てぐんがちうまちとかって朝やんきて、だん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 分かって。七七の行事を教えてください。あさんしーしもるならてよ、うん、あの。いい勉強。だから昔のよ。あのごまのだっかしょうよ、一緒待ち合うわ、大切だよ、うん、今はスーパーが一年、もうレジ打ってチカ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 、みんなに終わりでしょ、いや昔、会話があったさ、うん、もう通ってまたね、こう計算するも勉強ですよね、頭の、はい、回転機械獅子ね、はい、ね、あのあ、またよ、レジに高さらってくってこうらんよ、俺ソロバンとかアンダチパチパチソロバンパチパチ、うん、点点パチパチソロバン、うん、生アイビーたちが本当に会話ですね。昔は本当に当たり前のようにこの物を買うとき、うん、このお店の物を買うだけではなくて会話が生まれて、うん、はい、そこからコミュニケーションが広がっていったんでる話、はいはいはい、うん、そうでした、はい、町屋想定のあっちまいで狂えていくってよ、うん、午前中のやるおじさい洗濯祭のおせしね、うん、三輪の夕晩かても声がちんなちょるばって、うん、俺なち聞いての半分の足火がいる場合はやなちまって中世や、うん、足ねよよしこのから日へ寝らんねえくて鍋開けて寝のからあらはじろかいってかめわやなめなめめむる台所んかいじゃにわいもうやしぐとるそうしやあっちれそうしがてあったいむるなめめ鍋開けあにわん、はい、おかずないねむるなめめいってかりて言うんたけしちゃわかちどなくるちゃわかちどりてむるよあししわたどしんちゃよとち、うん、またわたとおとえよ、うん、ゆあのタコガツって言うたいまタコガマンロータンよタコ埋め立つそうねんてこと飯田コガンチゴマタコガよ、うん、はい、石チンケラシンタコガオルバって、うんうん、ではねクサニカタコカマンチェクトよ、うん、うん、ゴマタコガツってちねて弟がなく料理するバっておあるよえ味噌さんに無理て、うん、足か入りちょるバって、うん、やはるさんで
カレンダーことわからんじゃなくて安心ねえやお味噌でもんもじゃ味噌さんもこまだくわえたんよしがやばにしえしがやしがやだくわえ安心ねわたとしんちゃんもあびやねえよどこ電話来てタコがにちくと髪がくんじてわたとしんちゃんはねタコかまぬちわかとくてよしごんなよみてちゃんによにどうなくなぶかりとつかれてんのタコ食べに友達皆さん集まって来られたわけなんですか、ね、のぶねさん中退やるわたとちゃんたらドゥーンとしないでくってのぼのぼかめかめタコはまさりやかめかめちよゆえ足かめちゅうそこ渡してねそれも楽しみの一つですよ ね, いいですね、はいうんみんなが喜ぶのアンボシーさんにユン、はい、ホックついたんよ、うん、リアカのみんなアンボシーに、ね、ついたらばちつなびの浜の海を自己ユーマンローたんよや、うん、魚たくさんいたわけですね、うん、一人超えればティチラシーティブタソロバーで、うん、ノンジュナイズって一人超える瞬間にシーブンスバーって実日刑事氷はシーブンスローはねゴーグチルバーでとえよノンヤドナクトチル揺れさやがきつい、もうケチケチそんなんちょろくじいてんいもるよ音から胃を恋ぶさして、うん、やかやからこうにシーブンねえら、うん、音からこうにシーブンなこと音がウィルバーで恋が中さで今のお話はね、よしこさんの旦那さんは、うん、あのシーブンおまけをつけてくれたのでよしこさんはもう商売ということでちょっと厳しかった一面もあってあそれはねや人たち裏に陣ならそうでや旦那さんの海からいちゃんであるとってちょっとしむさに頑張りさや無料だから大丈夫だよっていうことで、ね、面白い私ゲートボールか誰か一人ごとなったことよ朝仕入れしちゃうよゆさんにウイル刺身抜くちっち準備やしうちきやんゲートボールか一人ばってし海でよあの抜いてあげてマグロのちぶるんでねマグロさん身いっぱいよやマグロの頭マグロの刺身ちっちの皮がしや、うん、ごとるとか味噌入れちゃうしよ、うん、ニンニクの葉っぱいったりしてどぶるみなゲートボールかむちちょるばってまたちゃうき、はいはいはい、ゲートボールになったゲートボールちゃうきむちかねならんだなればねうれうれ陣内そう転じていやもろ陣陣しあたりめやし陣陣にねらね生活で一日猫がまんろそうてやねないのしもろちゅんかいちゃんだかばちにゃねよえ行った音がおらんなったことや、うん、なあのぬんたがてぬんくかみはんじょうさんじゅんかまらんなってたこんかまらんなってあそうね、うん、あいや面白いお話人情深さが今の話から本当に伺えます ね、うん、ねそうですね、うんうん、本当にこうゲートボール行くにもこっちいつこっち行かれるっていうのはあそれすごいお話だね。でもあの先ほどのお話しかモデビシが笑っちゃう私多いねよ。わやすむちちゃんでもムルムチってことんじゃ。いいねよ。笑っちゃうちちゃと笑ってて。あのぬんりらんばてな。おとんかぬりちんれちかんことで。またよ。ひてるもさ料理ちくやにて。うん。うん。またお店に先ほどあの来られたルシンちゃんお友達がこの鍋にぬぐらいちょうがやっていうことであの鍋に行くあのこの台所に行く姿っていうのもまた素晴らしいですね、うん、台所が代わり番号で料理をしてくれるような、うん、でも面白いですね、うん、はい。ちょっと鍋飽きてしして無理遠慮ねえだって遠慮もしないで鍋もこれとか言ってもねしょ中には確かいたんの足しるしんちゃうひじから教えやんとごらんちゃがな大学卒業し俺ゆいのろぬろんでねよ、うん、おぬとしんちゃがむるち料理ちくて、うん、あれゆいのろこっちやってじいせやさんだがさみしいしむちちせ、うん、あんすかとよ俺むるとしんちゃが、うん、ちくてよ、うん、確かいたんのでも 海も近いから毎日でも行きますね中野さんのねあのお家海から近いから本当に羨ましいですもう海が大好きだから私、うんうん、食べる分だけ食事を取られた、うん、昔はよく釣りに行きましたよ、うんうんね、またあんまり海のものよ広く刺さるのにあの悲観したんよ、うん
湯の汁を生チキってのまんじゃん。あ、いいえな。魚の汁、魚のおつゆ、今でも、昼ぐさりかだし、うん、はあ、はい、あの、うん、あれよ、木炭さんに乾かちからて、うん、やちからよ、あんちから白かしね、うん、かぼさのマッサルばって、うん、すぐの白かしねよ、うん、な昼ぐさりかだしやっちゃうの、うん、なんかどころわかする場合で、一応あみさんに上に乗っけて焼いてから、うん、はいはい、それからおつゆ、まあ、よっちゃんばあちゃんと千代さんから昔 の、 あの生活のお話ですね、していただきましたが、本当にあのこの私生活の中でいろんな学びがあるっていうのはすごいですね。人とのつながりがあって、今あのコンビニとかでなかなか A サチ C ねヌーヤが病んで逆にあの不審がられますけれども、この人知ってないけどね、なんか変な顔されても困るし、マチャグは今でもわずかなんですが、あの行くと安心しますね。うん、このいろんな教えがありますので。だからあのね、うん、あの現場の奥とか狭き位置に共同売店にしがし。共同売店。あれ上等だと思う。あれ上等ですよね。じゃあ多式多式でこの、うん、はい、集めてそこでお店で売ってたわけなんですか。今の、うん、JA のお店が安心するね、詐欺師。JA のお店よ。はい、あの農業やってる人たちが、うん、自分たちが作ったやつ自分たちで持ってきて自分たちで値段もつけておいて、うん、売ってもらおうという、はい、みたいなのやってる、はい、だから安い、はい、うん、そうですね、これいい考えですよね、はい、うん、時々またあの野菜をこの、うん、ヌンディアビーガヤ、うん、無人販売ニアビーガヤ、野菜を買って目当たるの俺無人販売、うん、はい、ま、前より生き楽に納豆 EBC が少なくなってますけども、だまなくなっとさ、うん、やみたんか1人あたんよや、はい、だまねえらん、はい、うん、それで多めに取ったりとかお金を入れないでとかそういうこともなかったわけなんです。お金で入れないあったって、あ、IB たかや、うん、でもあのねえ、美味しいね、なんや、うん、良心的な商売でそうでて、うん、はい、心が知れない、またよっちゃんばあちゃんクーサルトチのあの畑で誰かがこのつまみ食いした時のお話や、逆にまたやさそうたがやんでるこの情き情もすごいですよね。あれ昔やって、うん、動画も近いロッピルといるな、カムロッピルといるよ、余分にトランバーでチャサーティン、うん、あんたたもんとってぬけいりやよ、ハロンジウジのそれからいてあのインドマミの時期にインドマミゴよ、うん、インドマミゴ好きだったわけよ、カクラゴもチンジョってここちょっとて、はい、うん、ケイリーネよ、うん、イワメさんにインドマミゴいつ春からのすれちゃい入りちかもばってカクラゴもいらんのただぬあんだいぬんねんせたらカクラゴもって入りちるってれろ、面白いね、自然 の、 あのインドマミの味が甘みの味が上がって美味しいわけ、はい、うん、素晴らしいですね。だから昔はさ、うん、味噌作るにも、うん、あのま、あの麹立てにあらんじがってぬちやあれじゃとまみとか、はい、まみせや、うん、神田人にりわからってあのとまみはどんなくるもでちくる、うん、はいはいはい、ね、味噌でキラチ、うん、味噌リンチョル願いで、はい、ケイトナイも全部この豆を炊いたの、うん、瞬間も喧嘩しちゃったし、はい、これがみんなもらはじゅん、みんなで豆も食べて美味しい味噌ができますように。うん、すやもう各家庭に必ずほとんど作っていた、手作りで作って、うん、はいはい、保管してたわけなんですね。味噌地区有さんに弓矢と嫁、うんうん、のね、うちぐらいダメちダメな嫁ちあんた、あの、うん、嫁に生かしても恥ずかしくないように、はい、お家にとって教育する場で、教育人学ものあらんの、はい、ヒージの生活、まあ、生活の作り方生活の、うん、こう大事な、ね、チュビレイとかさ、はい、チュビレイとかシトゥヤビレイとか、うん、こんなのをやっぱり母親がちゃんと鳴らする場で、死ぬ青年の馬の田舎の親やのわらべ、無意ならし青年さって言って、親が恥ずかしい目に遭うわけ、
チュビレンディノヤイビガヤ。付き合い、人に対するこの人付き合い、人付き合い、うん、付き合いの仕方を大事に、人付き合いも大事でしたからね、うん、まあ今もそうですけどね、今もそうでしたね、うん、人の、あの使い方ね、いろいろ勉強、はい、やっぱり 親のもとをとっていろいろ教えないと、うん、やなれぬ不可なれという言葉がありますから、うん、本当はやっぱりアウトってちゃんとこう小さい時から教えて、はい、ね、お嫁に行っても困らないように、はい、まず娘がね、はい、そんなのは、うん、今味噌の話から、うん、でこの味噌を作ることのこの原点だったり、うん、人付き合いで、うん、本当人とのこの接し方だったりっていうのが、はい、これがもうしっかりしないといけなさいっていうのが、うん、問題で願ったんですね、うん、田舎の昔のお父さんちゃいで、うん、水、紙いくちちくたんで石が自慢だったら、あ、紙の2つとか3つが駅中内に道引きのくんたき引きやつ、はい、あれ 1メーターぐらい浅い紙んかい、うん、道なちくいるばって、はい、一かね、みす二かね、みす三かね、みすんちよい、うん、真っ黒な年がて、うりがる上等にして、はい、ね、作って一か年ぐらい、半年ぐらいしか見えねえよ、うん、うれ、うん、はい、数手分からんっていうか、あんまり熟しないみそはて、たくさん入れなければできないよさ、はい、で、もうなんかね、みそをちょっぴり入れてもみそ効くわけよ、ね、うん、色が濃くなります。うりさんに、ちねむちじょうじ、ちねむちうるいってなるちねむちじょうじあらんさってて、家庭を支える力ですね。そうそうこれが基準になってたんですね、うんうん、また今度味噌や三河道けたんとかこれ自慢だとすんちゃい、うんうん、はい、はい、ミフェデビル、はい、それでは一度コマーシャル挟んだ後に、はい、世界のうちなんちょということでまたご紹介と、またうちなんちのまたちびらさんの姿ですね、うん、またなれゆたさるぐとうにげさびら、昔から坊さんにの足びのあの場、わだびんちゃからおふちょまでないさ。この番組は株式会社メガネ2ワンハエバル店、医療法人非正会デイサービスセンターもろみの里かかず委員、笑いの絶えない人生をあなたに、へんとな歯科医院美ら海の未来とともに、株式会社池原エンジニア、桑江皮膚科医院、有料老人ホーム宅老所なごみの家、有限会社丸内重機、サロンドモア美容室、崎原土建株式会社、学童教室太陽の子の提供、 FM ギノワン北谷町文化協会シマクトバブ、沖縄半蔵 NPO の協力し、うつづき総意便、はい、時刻は16時40分になります。午後4時40分になるところです。 FM ギノワンにて生放送でお送り総意便どうさい。はい、はい、よっちゃんばあちゃん千代さん、世界のうちランチ大会がやがて始まりびしが楽しみですね。楽しみですね。楽しみです。はい、そして今日はあのご紹介したい方がいらっしゃるのですが、うん、移民の父と呼ばれた方、うん、はい、遠山久蔵さんや、うん、はい、メイ、うん、名前はしてね、違って、うん、ほら、ジルンカイよ、うん、チキンでてかや、カツレンでてかや、うん、出身の中にいっぱい大成功する中に見せたんだ、はい、また彼これ分かるはずさ、あった、うん、はい、あのソウル、うん、経営する工場家の人がて、うん、俺ねまたサントスの港に事件であれば、はい、移民が初めて上陸した港、あ、うん、サントス、はい、サントスの港って言って、はいはい、第1回目からの移民たちが上陸した港に着くように、そこ行ってみたいんであるよ、うん、でブラジルサンポロの町からよ、はい、すぐ山が増やして、うん、サンポロの町っていうのは何百メーターというところにあるんだね、
ずっと松屋市螺旋状にぐる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 1時間ぐらいかけて降りていってね、はい、サントスの町があるわけ、うん、大きな湾になっていてさ、今ビーチになってるけどよ、うんうん、そこが、はい、やそこに火が立ってるよ、うん、移民大気が上陸したところで、はいはい、あの感慨深かったよ、うん、はい、私よ、うん、カツレンとかなんとかの出身でこの人あの内山とあの首都にあるんだって、うん、でサンポロの町に工場があるジーパンの工場、あっちはみんなジーパンつけてるわけよ、あ、はい、みんなジーパン、はい、お芋をかけもみんな、はい、あんたってもう生地の製造からみんなやってるんだって、はい、何百人って叱ってて、はい、この人よ、うん、お家から朝出勤してくるの、はい、自家用の飛行機で自家用の飛行機で出勤もう桁が違うよすごく苦労されて頑張って、そうだはずよ、それがあの正解でしたわけなんですね、うん、はい、今息子たちがみんなやってるって言うけどさ、うん、飛行機でよ、はい、出勤してくるってよ、うちなんちゅうだよ、うちなんちゅうはね、あの平均してみんな成功してるって、うん、はい、うん、はい、うちの妹のお家もよ、あの今レストランやってたけどさ、今度、うん、あの2階を開放してさ、うん、あのカラオケ、あ、レストランから今度はカラオケ、下はレストランで、はい、2階はカラオケにやった、うん、それが受けてね、うん、だいぶ思って、うん、もう 2,30 名の団体はだらって、はい、うんうんうん、そこでもおえとかちょっとしたお祝いとかもみんなこっちで、下がレストランさそこから料理運ぶから、うん、はい、すごい、うん、もう毎日忙しい。今本当にお話ありました、このレストランからカラオケに変えたりとかですね、うん、やはりこの失敗した中で、あの七転び八起きのようにですね、はいはい、今度はじゃあこれでいこうっていうような精神がすごくあったんで、もともとあの、うん、私が行った時にさ、一部屋カラオケがあったよ、はい、実家はね、うん、あっちはさ、他には夜遊びに行けないから危険だから、はい、お家でみんな、はい、カラオケ歌って遊ぶわけさ、はい、一部屋あったよ、はい、それで、ね、2階にね、うん、ものすごい、だから3畳ぐらいの部屋にね、うん、大きな池、ね、ジェットで池バスルームがあったびっくりした、2階によ、うん、でこっちみたいにさ、みんな雑魚ねじゃない、でも一人一人みんな部屋持ってるで、この一部屋一部屋は、うん、トイレもシャワーもみんなついてる、うん、ホテルみたい、うん、はい、そうだけどよ、お家見ていたらさ、うん、なんでみんな倉庫なのって言ったらさ、みんなお家っていう、うん、お家より高く塀が積まれてる、はい、泥棒よけで、塀の先はね、なんかとんがったフェンスのね、うん、こう槍みたいになってるのが見なされていて、うん、でそれのないところはね、はい、ガラスビームなんか合ったようなで、とんがったのみんな、うん、それだけ治安が悪いからよ、これが大変なの、うん、はい、一人歩きができない、うん、時なんか特にうちなんちの、 あの観光団へよ、狙われやすいって金持ってるっていう、うんうん、はい、はいはい、でもよっちゃんばあちゃんにお話ししていただきましたが、あのハワイ移民のお話にですね、今あの遠山久蔵さんのお話に今つらさせていただくのですが、うん、遠山久蔵さん、うん、明治元年1868年11月9日に金町にて、生まれた、方ですね、うん、移民の父と言われて、うん、はい、この方が一平ちびらさる、中谷ABC が、うん、あの移民時代の苦労のお話もですね、抜くと移民の野菜、そうやってやってもらえるの、うん、もうね、本当にあの映画見ててね、本当にもう大変だったねって、うんうん、はい、ハワイも大変だったって戦争になったので、うん、日本人ということでみんな隔離されて、はい、うん、ですね、はい、あの今ありましたけれども、本当にこの苦労されてっていうのが想像を絶するほどの苦労をされて、うん、そしてあの遠山久蔵さんは1899年に沖縄で最初の海外移民を送り出して、
26人のハワイ移民を送り出したというお話が、アイビー氏が、そしてハワイ、ブラジル、そしてよっちゃんばあちゃんからありました、ブラジルとかですね、ペルー、ボリビア、もう想像を絶する苦労の中で、あのまずあの言語が通じないということだったり、またあのうちなんちゅうはじち、そうたんでる道とかですね、あのわししかむん、あのデジアタン道ということで、いろんな差別も受けたんでるお話、アイビン野菜。ブラジルという国はよ、肉がいっぱいある、肉肉レストランよ、もうすごい、また美味しい、はい、豚丸焼きするさ、あれの肉よ、今もでもも肉、今は語るわ、今どこどこって言ってさ、大きな鉄の棒に抜いてから、ね、それを後ろからグーッと持ってきてね、さらに最後だけでポッポッと入ってきて、ね、渡してで今度は何に食って、また食べきる。うちなんちかさるは厄介持ち帰りにするや、やっぱりいろんなの、食べ物豊富、今は野菜もね、いっぱい、うちなんけメールチンが甘うとっていっぱいありますからね、一束よ、うちなの一束エビケジが一束だよ、千代さんがあの先ほどお話しされてました、この、沖縄から海外に行く前のこのヌンディアビーガ野菜、あのもっと稼げるとかいろんないい方向での話が当たんでるお話、アイビーですが、実際に行ってみると全然違ってたんでるお話、やっぱりそれはいろいろありますでしょうね、全然違ってたって、1、2のうち宣伝の話言ってて、はい、こうやって惑わされていって、言葉に違いるすい、ね、あのそのあの映画もう一回やればいいのにと思うよ、あもう本当に泣けたよ、はい、本当はあのこういったサトウキビでも水をたくさん使うっていうことで生活の水からこう大変だったんでるお話だったりですね、唯一あの休めるのがお昼時間なんか、ね、タイトルが届かない手紙入れたがや、届かない手紙、映画、はい、映画、移民の、はい、よっちゃんばあちゃん今あのお昼時間ですね、あいまんにる、あの昔この苦労されたお話、アイビー氏がお昼時間が唯一あの 休まれる時だったんでるお話が、アイビーたこと、あの弁当箱、銀の鉄の弁当箱にご飯と上におかずのシティ、それであの交換しながらまたいろんな、いろんな地域の方が集まってるので、そこでまた唯一のコミュニケーション、あの安らぎの場だって読んでるお話も残ってますね、やっぱりね、あまり赤んちゃん美味しいわ、あ多いわけ、赤土、ブラジルの、はい、ブラジルに行くと赤んちゃん、赤土ですか、赤土さ、はい、赤土あんまりできないさ、野菜なんかは、よっぽど肥料いっぱいいるのに、だから北部やパインができるけど南部はパインできないさ、土が違うさ、土の違いで、はい、そしてよっちゃんばあちゃん、このルナンディル、あの鞭を持った人がいたんでるお話も、アイビーこと、そうやってね、見張りがいて馬の上に乗っ って、ね、うちなよ、みたいです、ね、見張りがよ、あれ山のんじゃがや、なんでかなって山よ、あの見回りするの、青い木を切らないかって言って見回りする男の人がいたよ、はい、怖い、すぐ見た目も悪そうなよ、な山部さんでいたかや、山部さん、いたよ、はいはい、やんばるの山は、あのね枯れ木も探してもとるけど、青い木を切ったらさ、これが見つかっても袋で罰金されるよ、それで罰金させるわけ、山部氏、山部さんと言ったよ、山部さん、山部さん、これも見張りで山を回ってたわけですか、あの青い木を取らないかって、みんな巻き取るさ昔は、はい、はい、本当恐ろしいですね、こう鞭を持ってこうあの見張ってるというのは、一虫のように、うん、人参、鞭じゃない棒だよ、もうね、もう鞭をしゃえ、鞭がやらん棒の棒を持ってハワイではあの鞭を持ってたルナが傷んでる、おなしゃいびしが本当にこう人としてのもう苦労されて、ましてこの働いたお金の半分以上はもう沖縄に送ったんでるお話や、アイビータグ、昔よ、20円送られて、もう送られてちいねて、
さすが村中また評判したよ。そしたらって初めて13の時くんばもらった給料が20円いたるまで、うん、あやちくらりさんにもうその頃またでも違いわけよ、はい、あの時の20円って相当な価値だったんですね。ちょっと違っていた、うん、はい、うん、人から幸を来るようね本当エミです。いや本当だよ別れの煙だるさ、うん、手紙やとか人から幸を来るよえーいにゃんって今思ってるね、今はね、うん、こう本当になんか笑えるような話になっちゃったりするけど ね命がけでこう船を渡ってったっていうのがですね、別れですよね、うん、だからさ昔ですあの手入れ子のような話したしがって60なりわから、うん、昔60、70も次まで生きるってね、うん、ほとんど寝らんしや、うんうんうん、60余りわからさ、はい、うん、あの言うんかのすがい、はい、恥かかんごとんち、うん、ちんの一名のおはじじんや、うん、下地と、うん、下着るとさ、うんうん、かんなじ準備しうきよって言って、うん、昔はほらやっぱり死に恥うすいるんで、はい、昔んちの言葉なせや、はい、そうだけどやっぱり貧しいから、はい、あのようにつけていく着物はない、やっぱり北の地が耳しが中心をまた、うん、その時に恥かかさないの、ね、昔あの必ず下地とか新しいの準備してであっちにつけていく着物は、はい、綺麗な着物から好きな準備しなさいんち、はいはい、必ずそういった準備もあったわけです。準備しなさいって、はい、また田舎の家を全部準備していた、あの衣装箱が白の前の上げ、はいはい、あれのいっぱい、うん、着物上等よ、無理よ、うん、夏も冬もんて、うん、じゃあ、あんで母親がいてことよ、うち主人が亡くなった時も、はい、那覇の町か白がそれ、うん、から冬もんから全部準備して、はい、もう助からないと分かったからよ、うん、買ってきて準備して覚悟もされていたわけなんですね、うん、全部お土産まで盛る準備してた、うん、これはこれちゃうよちんのちりごはねらねらって言ってぬうちくいがめたこと巾着ごは盛るちくってて、うんうん、うりんかめかいたんめかとかみんな名前も昔の母親の名前書かれてさお土産と言って、うんうん、パンツごはとかさとか T サージごはとかさ、うん、あんなの全部入れて、はい、あ準備しちゃったよ、うん、この、うんはい、お土産かのんくさんに血ぬよなあしたたか父めんそうちゃんてなっちむふよ、うん、うちが準備してるさもろくしたい、はい、おちゃんばちゃんあの海外のうちなんちゅの方々ですね、うん、あのお金を送られたり豚を送ったり、うん、そこで支えてたったお話が終戦になってさ戦後に、うん、戦後だよ戦前じゃないよ、はい、戦後さ沖縄焼きてぬんねんなったせいや、はい、豚もそれで豚がもう亡くなったので、うんはい、豚のもう言えば、うん、昔からうちの豚、うん、正月は豚がないと探せないさ、はい、そういった習慣がくと、うん、谷豚として送ってくれたわけさ、はい、なんか昔はもう来る豚だ、うん、今アゴと言ったら知ってるさ、はい、白い豚とかや、はい、茶色の豚ねえらんたし、はいはいそれから入ってきたわけなんですね、うん、入ってきた。またある書籍によると、うん、だいたい毎年だいたい100万近くだったりですね、はい、多い時には350万近く送金されたということで、うん、海外のうちなんちゅがですね、うんうん、支えてくれて3分の2はもうあの海外から の,、うん、あのお金で助けられたということでですね、はい、そこから今2世3世4世の方々の世代に、うんはい、あの終戦当時、うん、アメリカから救援物資がいっぱい来てさ、はい、助かったよあれからが助かったあれ助かったんだとってこれ全然の、はい、今の偉い土地分からないけど何も言わないさね、うんうん、本当に助かったよ何もないのにさアメリカから終戦って切るものもないから、うんはい、あのアメリカのね、はい、最初は、はい、あのアメリカン袋とか、はい、あれで上着縫ったり、あの 服でアメリカの兵隊の木のくしらの上着とか、はい、あの、うん、あれね、あのズボン戦争で着ていたようなあのズボンを崩してお洋服縫ったりして着てたんですよ、はい、その後からが、はい、ハワイからたくさんこうあの
袋詰めのね、物資が送られてきて、それから本当に洋服らしいお洋服着てます、うん、終戦当時一番最初に来た時すぐアメリカ州デイカルスがまた来週ライビーアサそうですか、はい、ぜひまた皆さん世界のうちなんち大会28日 IP ことユタサルごとおにげさびらまたはい、また来週